はい、というわけで、アタッシュカリバーとプログライズホッパーブレードの二刀流でございます。めちゃくちゃ武器がでかくて素晴らしいですね。そして二つともね、ゼロワンがメインで使ってた武器なのに、こうやって使われるとめちゃくちゃ違和感あるな。でも本編だとさ、アタッシュカリバーの二刀流とかやってましたもんね。そしてアタッシュアロー装備状態でございます。やっぱアタッシュアロー持たせると滅び感増すよね。さて今回開けていきますのは SHP やつ仮面ライダー滅びアークスコーピオンファイナルバトルウェポンセットでーす。ウェポンズセットかな。はい、こちら仮面ライダー01に登場します滅亡人雷のメンバー滅びが絶滅ドライバーにアークスコーピオン絶滅ライズキーを装填して変身した姿です。はい、というわけで待ちに待ったアークスコーピオンでございます。到着いたしました。まあ、本編もラストもラストで登場したライダーですので、アーツ化されるのが後回しになるのはわかるんですけど、放送終了が2021年なんで4年越しのアーツ化でございます。そう考えると別に遅くはないのかな？これで01本編に登場したライダーでアーツ化されてないのは、ランページバルカンぐらいですかね。他いたっけな？はい、というわけで外箱パッケージでございます。いやー、ゼロワンらしいパッケージ、なんか懐かしさを感じる。悪殺創造亡命。アークスコーピオンの立体物自体が放送当時の騒動以来になりますかね。結構動画内でも話してますけど、僕ほんと滅びが激推しでございまして、今回の発売待ちに待っておりました。そして今回商品名にファイナルバトルウェポンズセットとなってる通り、とにかく武器の付属が豊富でございます。ラストバトルのね、変身シーンで滅びが変身すると地面からたくさんの武器が登場してましたので、それを意識してのセット内容なんでしょうね。まあ、これらはね、それまでの01系アーツに付属した武器の再録ってことになるのかな。それでは早速開けてまいりましょう。武器の付属が多いからか箱がすごく深いですね。いやー、アークスコーピオンでございます。あ、こう見ると結構ブラックが多いね。紫要素よりもブラックが強い。そして下の段に武器が大量付属と。銀バッタカリバー久しぶりに見た気がする。よいしょー、いやはははむっちむちだね。いや、かっこいいな。おどろおどろしいですね。いやー、デザインが本当にかっこいい。神すぎる。やっぱフォースライザーじゃないからな、そこがちょっと違和感じゃないんだけど、やっぱり滅びらしさみたいなのがちょっとここで変わるんだよね。はい、というわけで中身はアークスコーピオン本体と付属の手首パーツが左右合わせて9つかな。はいはい。で、武器の大量付属と。アタッシュカリバーの展開状態、プログライズホッパーブレード、アタッシュアローとサウザンドジャッカー。で、サウザンドジャッカーとアタッシュアローにはこの伸ばした絵のところね、ここもちゃんと付属があります。はい、というわけでビニール取ってまいりました。めちゃくちゃかっこいいですね。ここまで機械的な造形で、まあ左右非対称ってこともあるので、なんか機械だみたいな雰囲気も感じるよね。上から見ていきましょうか。やっぱなんといってもこの左目のね、このアーク的な真っ赤な目ですよね。いや、やばいな、かっこよすぎる。右側のイエローの方も割れた感じのデザインになってますね。もちろんここはクリアパーツで表現されております。一応ホームページを見るとアークスコーピオンスコープって書いてあって、まあ視覚装置って書いてありますので、まあ目ですよね。で、こっちの赤い方、こちらはアークビジョンってなってて、ネットワークに侵入して偵察衛星や施設内の防犯カメラなどでデータを収集できる。これによってあらゆる場所を自らの視界とすることができる。とんでもねえな、この人。で、口部分はシルバーの塗装表現ですね。そしてボディにあります赤ラインですよね。ここもかなり特徴的ですけれども、確かボディって1型の色替えなんじゃなかったっけな。
でもこう見るとやっぱ1型の正義感ある色からかけ離れてるし、ここまで来ると全然気にならないですね。そしてもちろん腕部分見ると分かりますが、ホロビの特徴的なバンドですよね。まあホロビのというよりはフォースライザーのっていう方が正解かもしれないけど、フォースライザーじゃなくなってもこういうバンド要素が入ってんだよな。通常のホロビはね、左手のここの前腕部分がメカメカしい造形になってましたけれども、アークスコーピオンの場合は左右が対照的になっております。あのメカメカしい造形結構好きだったんでね、そこの要素残してくれてもよかったかなって感じはちょっとしますけど。そして絶滅ドライバーでございます。これは当然取れますね。わーいいですね、プログライ好き。細かい造形までできてるけどピントが合いませんまあまあここのねフロントパーツの開閉とかはできなくて開きっぱなしになってますけど、細かい塗装モールドしっかり入ってますね。あえてちょっと離します、ピントが合うように。いやーかっこいいな。ドライバー自体もしっかりできてますね。滅亡人雷っぽさがありつつフォースライザーっぽさもある。そして相変わらず一回抜くとちょっと戻しにくいんだよね。で、ベルトは別パーツ。後ろ姿はこんな感じでございます。やっぱり01ドライバーらしさがここに出てますよね。ここに黄色が入ってんのちょっとすごいよな。あと背中、シワ感がすごいありますね。スーツっぽくてこれはこれでいいんじゃなかろうか。可動でございます。顔は前に倒すとこんな感じ。上を向けるとこんな感じ。まあ相変わらず首単体では上あんまり向けられないですね。なのでまあ胸使ってちょっと上を向けてあげる感じ。横向き、まあ襟パーツはありますが全然横向かせてあげることができますね。まあ頭と首は別パーツになっておりますので、首ごと動かすというよりは頭単体で動かしてあげる感じかな。グリングリン動かしてあげることもできると。腕パーツはこうやってちょっと引き出してあげることでここが動かしやすくなりますね。で肩パーツは独立しております。なのでここ単体で動かしてあげることもできるし、まあここね干渉するほど大きくはないので腕は比較的動かしやすいんじゃないかな。腕水平に上げること、あでもちょっとこれはあれかな、水平までは上がんないのか。うん、まあまあ全然ここまで上がれば十分だと思いますけどね。で前腕じゃねえや、二の腕か、ここの回転ができて、肘はどうだよっ、あ曲がりますね。うん、かなりグニッと曲げてあげられます。ここまで曲がれば十分ですね。で手首の回転、まあ交換できますからね。ここボールジョイントになっておりますので、ちょっとした角度付けもしてあげることができると。指先赤いんだな、赤い指先かっこいいですね。で胸の可動、腰の可動、ベルトも単体、足の付け根があって、ここ太ももは独立、太もものロールがあります。で足もちょっとここごとガショッと伸ばしてあげることで、まあ、大きく開いてあげることができると。ただ太もものここのパーツがね、ここの股関節のところに、ここね中に入れなきゃいけなくなりますので、ちょっとうまく入れてあげないと傷ついたりとかしますから、この辺やりすぎ注意かな。まあちょっとここ回転させてあげるだけで少しね中に入れなくても開いてあげることもできますので、まあちょっと前の方に出すことにはなりますけど、ここは創意工夫をしてあげる感じですね。で膝もグニッと曲がります。膝素晴らしいですね、この可動域で。足首もボールジョイントでグリングリン曲げてあげることができて、つま先の可動もございます。素晴らしい。はい、というわけでアタッシュカリバーとプログライズホッパーブレードの二刀流でございます。めちゃくちゃ武器がでかくて素晴らしいですね。そして二つともね、01がメインで使ってた武器なのにこうやって使われるとめちゃくちゃ違和感あるなでも本編だとさ、アタッシュカリバーの二刀流とかやってましたもんね。いやかっこよすぎでしょ、素晴らしいですね。そしてアタッシュアロー装備状態でございます。やっぱアタッシュアローを持たせると滅び感増すよね。やっぱ滅びはアタッシュアローが似合いますな。
はい、というわけでアークスコーピオン本日見てきましたけれども、バチクソにかっこよかったですね。素晴らしいアーツでございました。アルトゼロ2もね発売しておりますので、まあほぼほぼ揃ってきておりますけど、まあ最初にも言いましたが、まだランページバルカンが発売されておりませんので、ゼロワン系のアーツはそれを待つばかりっていう感じかな。武器フルフルセットっていうこともあってか、結構お値段のするアーツでしたけれども、個人的には大満足です。はい、というわけで今回は SH フィギュア2仮面ライダー滅びアークスコーピオンファイナルバトルウェポンズセットをご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。